中裁となり、その後、安記大学堂に入学した。1902年、長生と南京で、教国会を組織し、阪神を図る。しかしことが漏れ失敗し、安記省へ戻って、安記部美学堂に入学した。1904年、安記工学の教員となる。1905年、陳独修羅と竹王会を組織し、南京文会文会長となった。 同年9月、南京大急鎮第17教、第33教、第2英官隊となっていた蝶越の将兵に応じ、南京で同英全体大官となる。蝶越が、第33教、しめぎみつるとなると、柏文位は、第2英官隊となった。1906年、中国同盟会に加入した。この年の秋に、柏文位は、同郷の孫育と共謀し、 両公総督丹法を爆弾で暗殺しようと図る。しかし失敗して、東北へ逃れ、吉林省の古都の子が率いる基地教軍に逃げ込んだ。1907年、クレロクが吉林省の返境事務を担当すると、クレロクの推挙で、柏文は参謀となる。1908年、クレロクが新軍第一鎮鎮党となると、柏文は、 ハルビントン電栄艦隊に任命された。1910年2月、法天特連公所参謀に任命された。1911年夏、兵特林、愛天薄らと東北での放棄を計画した。しかし、同年10月10日に武将騎議が勃発すると、柏文威は南へ戻り、南京攻略戦に参加した。同年11月、柏文威は、 呂軍第一軍統制を合している。1912年1月に南京で中華民国臨時政府が成立すると、3月、柏文位の軍は、裏口中東の中華民国第一軍となり、第一市、第四市、第九市を霊下に置いた。4月、柏文位は暗記省の政治的混乱を鎮圧するために、軍を率いて暗記省に入る。 そして孫育の公認として、処理安記と得県民政庁に任命された。7月、柏文は、正式に、安記と得に任命され、9月に、陸軍中上位を授与された。柏文は、安記省の統治者として、アヘン禁止などの民政改革に取り組んでいる。1913年5月、柏文は湖南都督特べ、厚生と利でつ氏 関東都督古漢民と連名で、遠征外に対して、前後大借官に反対する電報を打った。これにより6月、遠征外は、柏文威、李烈人氏、古漢民の三都督を罷免し、合わせて、軍を南進させた。7月、柏文威ら、藩園派の都督は、省の独立を宣言、拒兵した。これが二次革命である。しかし、間もなく藩園派は敗北し、 カシワ・ブニは日本へ逃亡した。1914年、中華革命党に入党する。1915年12月に、五国戦争が勃発すると、カシワ・ブニは、南洋で、五国軍のために、資金募集に従事した。1916年2月29日に帰国し、上海に到着した。1918年10月、孫文が、 五宝戦争を発動すると、柏文位はこれを支持し、安国軍側、学根軍前的葬式に任命された。その後も、孫文の下で、軍職を歴任し、1921年5月、総統府顧問に任命される。1922年4月、長江へ優勝投資に任命された。1924年1月には、北伐内族軍。 第2軍軍長となり、この月には中国国民党の中央執行委員にも選出されている。孫文史後の1926年8月、国民革命軍第33軍軍長に任命され暗記昇格地を転戦した。1927年4月12日の昇海席による反響クーデターでは、柏文院はこれを非難する声明を発した。 9月、レイカン合流後に、第33軍軍長を罷免され、国民政府委員に移動する。1928年8月、柏文威は、藩省解析の立場から、中国国民党会祖同士会に加わったが、11月までに、国民党を除名されてしまう。1930年の藩省各派による、北平拡大会議でも、 常務委員として活動したが、小介席の前に敗北した。1931年、国民党に復席している。その後は、表玉省らと組んで、国境合作や、対日交戦を主張した。1947年に引退し、同年4月26日に、柏文威は、上海で死去した。製品な生活を維持し続け、 困窮の中での病没であった、享年72、ありがとうございます。